ザクザクと切っておいてください。で、細かく刻んだ、セリはこちらに入れていきます。豚肉に豚肉と、細かく切った人参、それからお豆腐と調味料が入っています。で、お肉とお豆腐、人参をよく混ぜていきます。鶏ガラスープと塩とみりんを入れてちょっと沸き立たせましたので、こちらのお肉をスプーンで丸く簡単にすくって入れてください。